札幌競馬第11競走 TVH 賞3歳以上3勝クラス芝の 1200m15 頭で争われます向こう正面2コーナーポケット地点からのスタート早くも15番レベレンシアが向かいます15番ゲート促されて今収まりました係員が離れますスタートしました ほぼ揃いましたオードメールいいスタート13番アップリバーも高ダッシュまずは出ていきますが。 そのうちから十一番カクジテトラゴンさらに八番名将栄西矢2頭が出ていきます十二番のアップリバーが三番手うち並ぶ四番のブライトンベースそれから五番手に五番ドロップオブライトそれから2番審査九番エイシンエイト、うちは三番のブルースピリット2番審査十四番オールドメール十三番のエクストラアイダからうちは六番のエグレムに、それから2番審十五番レベレンシアがいってうち一番のモンファボリがかわしますそれから2番審査1番ラキエーター2番審三 2, 2番のシュワーブバリアあとは4番審査七番のホイヤーロートという 体形。 縦長で4コーナーのカーブを迎えます8番、名将エニシアに11番のカフジット,ト・ドラゴンが接近して残り400を通過アップリバーが外からそのうちにはブライト・オンベース・ベイスその後にドロップ・オブ・ライトさらに内からは3番のブルースピリット4コー,ナーから直線へその外に9番のエイシンエイト直線コースに入りましたエクセドラはその外から追ってくるさらにモン・ファボリ200を通過して先頭、カフジット,ト・ドラゴンに3番の3番ブルースピリットさらに外から13番エクセドラ3番のブルースピリット二頭が抜けた三番からそり接戦 エクセトラゴールイン3番手争いは3頭4頭広がっていますが勝ったのは13番エクセトラそして3番ブルースピリットが2番手さあ3番手争いはどうか11番の各自テトラゴンに5番のドロップ・オブ・ライト4番ブライト・オン・ベースさらに大阪からは2番のシュワーブ・アリア1番モン・ファボリなど最後3番手争いが激戦でした しかし抜けたのは13番エクセドラこれで4連勝です 1200m は初めての距離でしたが見事勝利を挙げました2番手3番ブルースピリットさあ3着争いはどうか間よく伸びた4番ブライトオンベイス5番のドロップ・オブ・ライトさらに2番のシュワー・ブ・アリア内粘る11番カフジ・テトラゴンですが 4番のブライトンベース・ベイス3番手を確保した模様勝ち時計1分7秒後上がり4ハロン45秒23ハロン34秒2でした札幌競馬第11競争今日のメイン競争 TVH 賞制したのは13番エクセドラ見事4連勝安城のクリストフル・メール騎手は 2レース7レースに続いて今日3つ目の勝ちクラです2番手3番ブルースピリット3番手接戦でしたが4番ブライトンベイス3番手を確保した模様う内には11番のカフジテトラゴン外から2番のシュワーブアリアの追い込みでした 1>, 1着は13番エクセトラ2着3番ブルースピリット3着4番ブライトオンベース4着以降写真です確定までお待ちください